領州での勝利から6年、孫家の若者たちはたくましく成長した。故に今、孫権は時代を開く若き虎へとその道を託す。家督を継いだ孫策は勝利の法とともに炎術のもとへ帰還する。しかし炎術は功をねぎらいもせず、5年もの間孫策を飼い殺しにした。このまま炎術のもとにいては虎の牙が抜け落ちる。危惧した孫策は伝国の玉璽と引き換えに身の自由を炎術に要求。炎術は2つ返事でこれを承諾。孫策は自らの戦いへと踏み出す。まずは本拠を得るため、蘇伝来の地五軍を清算。孫策とその友周瑜は自分たちの時代の到来にたぎる。それを見つめる孫権と宿将郊外も若き虎を支えんとたける。高騰五軍に熱き虎たちの方向がとどろこうとしていた。さあ孫伯、行くぜ。五軍の平定と奪還、これぞまさしく我らにとっての急務ですな。孫家の新たな風、ここから吹かせましょうぞ。姫様、孫権様はどちらに？天人様は今別のことで動いてるんですって。後で合流するはずよ。でもなんで？蓮氏、いつも天人様のことを気にするわよね。ああ、いえ、そういうわけではないのですが、姫様とはまた別の意味で目が離せない。なんとなくそう思ってしまいます。ちょっと何よ蓮氏、私のこと危なっかしいみたいに言わないでよ。姫様は命を懸けてお守りいたします。それが私にできる尊敬の恩返しですから。天兄様と関東は後から来るみたい。それまでは私たちで頑張らなきゃね。孫策殿は新たな孫家の長、我らは全力で支え尽くしてまいります。天下は乱れ、各地に軍友が割拠した。もはや帝への忠義だけでは進めぬのやな。悪いな周瑜、俺たちの戦こんなところからになるとはな。いや孫策、私はむしろ嬉しく思う。孫権殿の地盤を継ぐのではない、君と私とで一から天下に乗り出すのだから。ありがとうよ、やっぱお前がいてくれると頼もしいぜ。さあまずは寄って立つ地を得よう。そしてそれはやはりここ五軍であるべきだ。ああ、ここは俺たち孫家ゆかりの地だ。今は他の奴らが割拠してるけどな。それらを倒し孫家の名を轟かせる。五軍の民は喜んで君を迎えるだろう。だな、やることは分かってるんだ。あとは突っ走るだけだぜ。剣や関東たちもすぐに来てくれる。さあ始めようぜ、俺たちの戦いは。祭り王城の敵はこもって出てくる。拠点を置き揺さぶりをかけるとしよう。私は兵糧庫の主人。地味な役目は若者には退屈だろうからの。敵はまだ防備を固めきっていない。迅速な攻めが上策だろう。おう任せとけ。君がいれば何も案ずることはなさそうだ。敵
敵が来たか。こんな時大獅子殿がいれば。大獅子殿の勝利。奴を出さない。竜王は何を考えた。次は竜陽のいる本陣を目指すとしよう。これより先へは行かせぬ。
えるのが私の役目。炎蔵天皇に進もう。どこまでも谷獅子上の恥をかかせられて本陣へ戻れ。お前は私の盾となるのだ。兄上、お待たせしました。これよりは私も参戦いたします。敵将、撃ち取ったぜ。なんとか大使を退けた。さあ、敵本陣へ向かうとしよう。たった一人の残り、知略の餌食になりたいし。無人として
男として堂々とありたいのだ。ゆえに今日からのこの命、孫作殿に預けるのだ。ありがとうよ、太子爺。見よ、孫作。これが君の地、そして君の将兵だ。ああ、ようやく実感が湧いてきたぜ。俺は立ったんだな、孫家の長として。みんな、今天下は乱れちまってる。正直この先どうなるか分かんねえけど、いや、だから俺はお前たちと一緒にやれるところまでやってみて、行くぜ。後藤五軍に孫家あり、俺たちは孫武だ。おー